おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にドラゴンクエスト4導かれし者たちクリア後の物語やっていきたいと思います。で、見ていただいたら分かる通りですね、若干パーティーが変わってます。めっちゃレベル上げしてたんだよね。なんで若干パーティーが変わってるってだけです。こんな感じ、今めっちゃ強いよ。もう50レベルぐらいになりました。前回からね、多分7レベルぐらい上がってるんじゃないかなと思います。ってことでですね、今回は引き続きこちらのダンジョンを潜っていきたいと思いやす。正直さ、このダンジョンの先に何があるのかが、穴開いてるよ、落ちればいいのかな。このダンジョンの先に何があるのかが分かんないので、なんで進んでるかも謎なんですけど、あ、宝箱だ、宝箱がある、あれは開けたい、宝箱を開けに行きたな。あ、なんかすっげえすんごい道入り組んでないですか。ランガー、メラゾーマ、ミネア攻撃、なんだなんだ、このドラゴンボールに出てきそうな強そうなやつは何者なんだ。よいしょ、オッケー、いいんじゃない。待って、完全にわからん、何ここ。よいしょ、え、これさ、こっちか、もしやこうか。ああ、またランガーが出てきたよ。えいえい、アリーナ開始。若干ね、戦闘の速度が上がってると思うんだけど、これはね、なんかそういう設定にしました。なんかストーリーやってる時はちゃんと戦闘もね楽しんでいたかったんだけど、まあクリア後の物語だからね、サクサク進めようかなと、そういう判断です。だからなんか攻撃とかが早いでしょ、シュッシュって。いいね、いいっすね、サクサクいきますね。下かな、下だね。よしよしよし、とりあえず宝箱手に入れた。なんだと、貴様、期待させておいてなんて仕打ちだ。許すまじ、パンドラボックス、ただ強え、パンドラボックスさんが強え。ザキ危ねえ、会心、アリーナが強すぎるんだよな。相変わらずアリーナが、相変わらず切れてるぜ。力の差を見せつけている。うん、あ、待って、もう一個宝箱あるけど、あれ、これどうやって登るんだ。なんか謎いね。結構しっかりさ、ダンジョン感が強い。てか、なんか難しい、進めんのが。そして敵強い。イオナズン、いいね。待って、これさ、レベル上げてきた割に敵強くない？てかなんかね、多分ね、もうね、ステータスがそんな上がらないやと思うわ、レベル上げても。みんな頑張ってはいるんだけどね。多分なんかアリーナとかね、もうちょっとで攻撃力マックスになりそうなんだよね。あれ、これってさ、これってちょっと待って、待って、今何が起きてるこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、本当に分かんない。ちょっと待って、待って、待って、今すごい謎なことが起きてる。え、待って、どういうこと、今俺何してんのこれ。え、どこ歩いてる。え、これどういうこと。あれ、待って、なんかある、なんか歩けるところがある。いや、私がやりたかったのはこれ、この壁と壁の隙間から下に降りれん、落ちれんのかなみたいな。そしたら向こうに帰るショートカットになるんじゃねと思って行こうとしたら、なんか上乗れたよ今。待って、マジで分からん、こっから降りれるじゃんだよね、降りれるよね、降りれるじゃん、ショートカットできるじゃんと思って、すぐ帰れるじゃんと思ったら上乗れたんだけど、これ、え、しかもさ、こ、なんか、なんか壁みたいなやつある？
上行ったら落ちたから、こういうこと？え、これなんかさ、なんかある、なんかあるよ。これ多分バグじゃないね。あれだ、もう一個奥のさ宝箱にたどり着けるんじゃない、これやれば。え、すごいことな、え、これマジ、これバグ？ランガーかっこよ。え、これバグかな。いや、バグじゃないよね。え、大体してたらこういうのはぐるって回るってことじゃない。あ、でも行けない。あ、行けた行けた。え、これ何を歩いてんの、どこを歩いてんのこれ。で、こうでしょ、で、ぐるっとも、あ、だから、だって多分さ行けないんだよね、変な話。顔、え、どこ歩いてる今これ。待って、何が起きてんのかがマジでわからん。どういう状況、何事なのこれ。やべえ、すげえ状況になってる。壁の上を歩いてる。なんか、どういうことかわかんないけど、とりあえずたどり着いたし、なんか全然いいものでもなかったし、マジで謎すぎる。ほらほら、壁があっていけないんだよ、ここ。ほらほらほら。あ、おっと。柱の上からは降りれるんだけど、この、なんかこのブルーのところ、このブルーのところは、あんね、ちゃんとなんか多分見えない壁みたいになってる。へえ、面白。柱の上のみ好きに降りれたわ。はい、メラソーマ、ランガーパイセンが強いっす。よいしょ。さあ、そしたらこっち行ってみよっか。え、あ、待って、宝箱あるし、今何にもなかったね、正面。はんはんはん、宝箱。あ、誰だ。はや、あんたたちどっから来た。あるよ、おったまげたなあや。そこの教会でお祈りするっぺ。そしたらいつでもここまで戻ってこられる。どこの教会。お、ゴールド1600、微妙いね。教会なんてある。あ、待って、馬車がある。あ、教会あるわ。馬車があるということはクリフトさんがいてくれるということで、クリフトさんのおかげで MP を使わずに回復できるということで。あ、こんにちは。ピピピ、僕は神父さんじゃないよ、この奥にいるよ。え、神父さんこんな、あー、毒の上歩いちゃった。神父さんこんな、どうしたん、な、何してるん。問答無用でセーブできるやん。じゃあとりあえずセーブしとこ。セーブできちゃったんだけど。さあ、そしたら引き続き行こうか。なんかさ、マジで何かわかんないね、ここ。巨人のさ、家があったりさ、巨人の家があったり、こっちはなんもないのかな？なんもないね。巨人の家だったり、地下に教会、しかも野原みたいな。あ、でもめっちゃ普通にダンジョンっぽいとこ来たね。あ、お墓が。なんだ、小さなメダルか。ちょっともう小さなメダルいらないんだよな、俺な。さあ、そしたらとりあえず先に進むが、やばそう、デーモンレスラー、いいんじゃない、サクサクいってるよ。え、どっち行ったらいいんだろう。こっち行ってみる。あ、上登るんだ。あれ、今さ降りてきてたんだっけ、登ってたんだっけ。もうどっちかも分かんなくなっちゃった。え、何事。地上にある世界樹は千年に一度その花を咲かせる。世界樹の花は命の源、墓標に備えれば奇跡が起きる。え、そしたらさ、あれじゃないの、主人公のさ死んださ、あ、何これ、デーモンスピア、なんだそれ。急所をうまくつけば一撃、あれかな、なんかあの魔人の斧的なやつかな、多分そうだよね。主人公のさ、幼馴染とか復活させられるんじゃないの？おいしょ。上登る？いやーでもさ、他もいろいろ気になっちゃうよね。おいしょ。よしよしよ。いやー、なんかよくわからん、マジで。
押し通せも押し通すしかねえ。よいしょよいしょ、いいんじゃないですか。そしたら、あ、宝箱、いいね、ナイスナイス宝箱。いやー、小さなメダルなんだわ、小さいんだわ。ギャオース、ギャオースなんか好きだったな昔。あれ、ギャオースどこで見たんだっけな、ドラクエ2じゃないしな、どっかで見た時めっちゃかっこいいなと思ったんですよね。2だっけ、あれあれ、ドラクエ2じゃない、ドラクエモンスターズ2、ゲームボーイカラーのイルルカとかで見た気がするんだよな。どっちだろう、こっちかな。あ、あっちにも下に潜る階段があったね。レイギガース、なんでこんなところでレイギガースとかいうクソザコモンスターが出てくるんや、謎すぎるな。下、あ、宝箱あるけど多分違うんだな、多分道間違えたな。ほう、あ、もうすぐに下に、あれ、なんか、え、ちょっと待って、なんかよくわかんないんだけども、登ってんのか降りてんのかわかんない、行き止まりだけど宝箱ある。ミミックふざけてやがるぜ、ふざけてやがるな。そうそうそう、よいしょ、こっちかな、こっちかな、ん、こっちも行ける、上には宝箱、命の指輪、命の指輪ってなんだっけ、そんなレアじゃなかったよね、歩くことに HP が回復、そんなレアじゃないとか言ってごめんなさい、レアでしたね。え、じゃあアリーナに装備させとくか、アリーナ装備しとこう、命の指輪で。幸せの靴は歩くと経験値がもらえるか、まあいいや、これは経験値はいいや、レベル大体高いし、なんか幸せの靴で歩いてもらえるほどの経験値はもうビビたるものでしょう、おそらくな。さあ、アリーナ、ミネア、バギクロス、マーニャ、メラゾウ、二熟弱の激しい炎を、痛いね、激しい炎が結構ちゃんとダメージ出るね。しかしうちの高速パーティーが終わらせに行く、豆腐とアリーナが今ねめちゃめちゃ足速いからね。さあ、そしたらここだね、はい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 、え、あ、宝箱あるよ、あ、また宝箱、パンドラボックス、おい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 、さっきからほぼさ、ほぼなんかこういうやつらじゃない。さあ、1ターンで落とすことはできないね、ザキは、よし、効かない、ベホまで回復しながら押していけ、押し通せ、押してまいる、おー、ナイス回心、いいやん、サクサクいくやん。え、待って、もうなんかさ、これを取りに行きたい、あ、簡単に取りに行きたね、なんかもうさ、なんつーの、ダンジョンに統一性がなさすぎてさ、え、やばくない、これは。パルプンテってなんだっけ、何が起こるかわからない、これはもう、ギガデインだわ。いやー、これはやばいですよ、ワンチャン、やばい、ワンチャン普通にここでパーティーが全滅まである。あれ、パンドラボックスってザラキ使ってくるよね、ザキは効かない、ザキ効くな、よし、前じゃないっす、よし、一旦目乗り切った、もう大丈夫だ、アリーナが会心、マーニャがイオナズン、バギークロス、みんな全力だね、こいつらを野放しにしてはいけないということをみんなよくわかっている。よし、ただ痛恨の一撃が来てないから、あー、ザキもいいよ、みんなちゃんとザキに、ザキを耐えてる。メラゾウ、甘い息、
いいじゃん。いいんじゃない？魔法トラ。つかパンドラボックス強くね、マジで。普通に強いんだけど、やばいね。あ、待って、宝箱ある。せっかくだから開けよう。なんだ。またデーモンスピアだ。会心できる槍だ。そんなにデーモンスピアばっかいらないよ。そしたら、あ、旅の扉だ。待って、マジでダンジョンに統一感なくてわからん。どこに向かってるんだ俺は。え、鶏いるんだけど。コケー。え、なんか、なんだあいつら。コケコッコッコ、コケコッコッコ。ただの卵のようだ。生卵のようだ。温泉卵のようだ。味付き卵のようだ。全部違う卵なんだけど。何こいつら。なんだ、元の世界に帰りたいのか。階段を登り、火口の中へ飛び込むのだ。いや、お前らは何者なん。ちょっと待ってね。ちょっと待って、もう話しかけるか。何者君ら。卵は偉い。誰が何と言おうと卵の方が偉い。ニワトリの方が断然偉い。卵の美しさ、愛らしさ、あのツルツルの美学が分からんのか。いや、何と言われようと卵は所詮ニワトリにはかなわん。ニワトリがいなければ卵は生まれんのだからな。ニワトリこそ卵から生まれるに決まってるだろう。ん？何を言ってるんだい？ん？待って、こいつらマジでどういうこと？おお、ちょうどいいとこに来た。お前、卵とニワトリどっちが好きだ？卵に決ま、な、何これ？ニワトリだろ？どっちも別に好きとかないよ。に、いや、ちょ、なんだこいつら。えい、もうめんどくさい。こうなったら腕づくだ。何この BGM。ちょっと待って。待ってくれ。これ、俺、何したらいいん？これ。逃げることはできない。チキーラ。エックラ。え、強っ。え、強っ。待って、強い。普通に強いわ。ギガデイン。ルッカに、ミネアが、フバーハ。アリーナさん、やりますね。岩石掘り投げた。どういうこと？ 116？ 待って、バカ強いこいつら。やばい。やばすぎる。スクルト唱えてくんの？鬱陶しい。ルッ。いやー、ちょ、待ってくれ。これどうしよう。めちゃめちゃバカにしてた。いや、きつ。ルカに、賢者の石って誰が持ってんだっけ、今。ベホマを、ミネアかな。やばい。一旦目ふざけて逃げるなんてやらなければよかった。マジで普通に強いんだけど。チキーラ、痛恨？いやー、強くない？普通に強くない？ザオラル、ナイス会心。チキーラ力ため、ザオラルで生き返る。輝く息されていく。そしたら豆腐がベホマズン、アリーナ引き続き攻撃、マーニャが、メラゾーまで行こう。2体に分かれてるんだったら、さっさと先に1人落とした方が早い気がする。ミネア、ベホマでアリーナ回復。あ、ベホマズン唱えたの忘れてた。もったいね。よし、さっさと片方落としちゃおう。メダパニダンス、アリーナ、うわお、ちゃんと混乱するね。じゃあ、豆腐がベホマ、アリーナ攻撃、マーニャメラゾーマ、ミネアが、メダパに解くやつとかない？キアリクはマヒを解くだけか。フバーハ、フバーハかけとくか。あ、ダメだ。アリーナさんが混乱してしまった。
待って、こいつら何者なのって感じだし、こいつらを倒した結果どうなるの？果たして。攻撃、待って、豆腐はミナデインとかやってみたいけど、一旦ギガデイン、アリーナ攻撃、マーニャ、メラゾーマ、ミネアが自分にベホマ。え、ってか強くない？やばい、うわ、こいつら、こいつら、この混乱してる二人、ふざけてやがる。早く戻ってこい、お前ら。何やってんねん、お前ら。豆腐がギガデイン、アリーナ攻撃、マーニャ、メラゾーマ、ミネアが、どうする？一旦バギクロスでもやっとく？アリーナ、足元の岩を蹴り始めた。ダメだ、こいつら。マーニャさん、メダパニダンスがしんどいね。チキーラ、あ、アリーナようやく我に返った。殴られて、やめてくれよ、殴られたから我に返るだな、そういうちょっとなんかご時世的に厳しそうなやつ。ベホマ、アリーナ、マーニャ、アリーナ会心出ていく。待って、こいつら強くない？やばくない？ミネア、ベホマ、ミナデイン使いたい。あ、ダメなんだ。ギガ、豆腐じゃベホマズン、アリーナ攻撃、ルカにミネアがバギクロスでいいか。ベホマズン、いや、ベホマズンめっちゃ頼りになるね。バギクロス、エッグラの守備力下げて灼熱来るけど、フバー派でなんとか耐えていく。そしたら再びギガデイン、アリーナを殴る、メラミぶん投げて、ミネアが防御、ナイス回心。お、もうこれ分かったっしょ。これはもうね、これ勝ちましたよ。待って、回し蹴りがマジで強いけど。そしたら豆腐は、待ってね、どうしよっかな。ギガソード使ってみよう。稲妻を剣に込めて敵って切り裂く。アリーナは普通に攻撃、マーニャがルカニであいつの HP を下げて、ミニアがベホマ。ギガソードどうなん？256、強っ。ええー、やん。豆腐ギガソード、アリーナ攻撃、マーニャ、ルカに多分もうこれ以上下がらないからドラゴラもやっとくか。でミネアがベホマでアリーナ、意外とサクサクいけるかも。ドラゴラム、なんならもうこれさ、1体だったらさすがになんかもう細かく命令しなくてもいける気がする。アリーナガンガン、マーニャガンガン、ミネア命大事にて、行けお前ら、サクサク行け、サクサク。豆腐もね、なんなら思ったけどギガソードやらなくても、え、やば。ただこういう時にね、あ、アリーナ祝福のやつありがとうございます、お礼の会心です。ベホマ、激しい炎、ドラゴラムいいよな。お、勝っていく。21,800。悪くない経験値だね。悪くない経験値だが、これをやった結果、何がどうなる？何がどうなるんや。はあはあ、なかなかあるな。楽しかったぞ。久々に楽しかった。お前に褒美をやろう。やった。何何？え？世界中に花が咲いたってこと？すごくいいことが起こったはずだ。どこかの木に珍しい花が咲いた。卵とワシにものすごく感謝しろ。それを言うなら鶏とワシに感謝。何を、なんだと。よし、今度こそ卵の美を教えてる。ん？もう用はないぞ。早く地上に戻ってみろ。え？そしてワシと卵に感謝するなど。え？帰ってみる？ちょっと待って、これ合ってた？そもそも何も考えずに言われた通り飛び込んだけど、何が起きてる？
謎すぎるこの男女。え、ここどこ？あ、ゴッドサイトだ。え、ゴッドサイトに開いた穴はどうなってるん？まだ開いてるんかな？開いてるわ。じゃあちょっと今回はマジでよくわからないエクラとチキーラっていうやつらと何の意味があったのかもわからない戦闘を繰り広げたので、僕はちょっとここまでにしましょう。で、多分さ、世界中に花が咲いてるはずだから次回は世界中に行ってみようと思います。ってことで、いや合ってるよね、多分進め方的にはね。はい、本日もここまでご視聴ありがとうございました。次回のね、世界中の花かなにご期待ください。皆様の良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。